带着货物快步送往目的地，在网购盛行的时代，宅配服务成为生活中不可或缺的一部分。尤其日本宅急便准时快速的服务品质世界数一数二，但随着新法上路，这样的日常出现变化。日本从今年四月起，货运物流业驾驶加班时数受限，在人力不足的情况下，只能减少送货次数或是延长货物送达的时间。日本劳基法新制规定，驾驶员加班时数从无上限缩短为一年最多960小时，如此一来，常态加班的驾驶员无法再及时送达货物，影响扩及大众运输、宅配和民生消费物流，在日本被称为2024年问题。2019年コロナの前の年と比べて不足するかという数字で、24年で 14.2% トンベースですね。30年で 34.1%。例えば今月曜日から金曜日まで毎日届けられている毎日来るトラックが24年になると4日しか来なくなる、30年になると3日しか来なくなる。包括超商便当配送次数从一天3次减少为2次，面包等加工食品从交货当天配送改为隔天。日本邮局也宣布货物最多将延迟一天送达。此外，佐川、黑猫等宅配业者则调涨运费来因应增加的人事成本。具体的な施策というのが三部構成になっています。一番目に書かれているのが商慣行の見直し、二つ目が物流の効率化、三つ目が荷主、消費者の行動変容。ネット通販ばっかりやってるので、届くのが遅くなるのは、ちょっとやっぱし私たちにも困ることだと思いますし、余裕を持って注文したりとか、そういうのを心がけなきゃならないのかなっていう反省点にもなるかなとは思うんですけど、ただすぐには慣れないのでちょっと困るところはありますけど、置き配してもいいんだけど、再配にもっと500円ぐらい取ればいいと私は思います。有些人觉得困扰，但也有人选择利用货到放门口的服务。日本政府更推出点数活动，鼓励民众减少宅配次数。过去被视为理所当然的便利服务出现变化，日本民众只能努力适应新日常。环宇新闻施书号日本东京采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。